はい、もう始まってるよ。始まってる。いや、すごい声出しちゃったじゃん。この番組は、ひょすりに、興味を持ち始めた、孫が、じじいに、ひょすりのことを聞く番組です。今日はね、はい、実はね、僕、開封やってるんですよ。開封やってる？うん。あ、もうやったってこと？ 1、2 週、そう、1、2週間前に。はい、で、それ、開封したところで動画、止めてあるんですよ。そうなの？うん、ちょっと来客が来ちゃって。撮り直そうと思ってたんですけど、うん、1、2週間ちょっとほったらかしになってたんですよ。ああ、なんで、あの、彩香さんが続きを撮ってもらう形で。なるほど。はい。開封した後ってした後です。はい。もうこれしてあるんで、これ、はい、全部。はい。いや、めっちゃある。これ1回にね、全部届いた。1回に全部届いた。はい、ああ、出た。ブドウの花さんが。とりあえず、ちょっと回してきます、一旦。一旦、はい、一体ずつ？いや、全部乗っけちゃっていいです。全部乗っける。はい。輪っかにして。なんか滑りが悪いぞ、こいつ。待って。はい。覚えてます？ちょっと一個用意したんですけど、これ、あ、まあ、約1年ぐらいね、YouTube 始めて、かれこれ経ったんですけど。なんか私、なんて言ってた？おにぎりみたいって言ってた。なんか。なんか言ってたよね。口が目押しで、おにぎりみたいだって言ってた。記念すべき第1回ですね。うん、それ名前わかりますか？え、これは、え、ザーンみたいにするの？おー、足裏見ないで行ったね。うん。うん、でも、これはわからん。これはわかんない、うん。うん。書いてありますよ。書いてあるよね。はい。ゴーストロン？そうです、ゴーストロン。わかんない、はい、かも。ピンとこない。ピンとこない。うん、はい。かもです。そっちわかります、ね、これも？あ、見ちゃった。いいしょ、いい、いい。アーストロン。アーストロン。あ、そっかそっか。ちょっと一瞬似てるかなと思ったら全然似てなかった。全然似てなかった、ごめん。でもね、そのあれ一瞬似てるかなっていうの正解なんですよ、うん。このアーストロンの着ぐるみを改造して作ったのがゴーストロン。わかります？言ってる意味。着ぐるみ？着ぐるみ。要はほら劇中でまあ着ぐるみじゃないですか。うんうん、ね、スーツじゃないですか、はいはいはい。で、このアーストロンのやつを改造したのがゴーストロン。そうなんだ。うん。だから一瞬似てるなっていうのは正解なんですよね。そうなんだ。うん。そういうことなんだ。着ぐるみって。一応なんか、子供の夢壊すような発言。子供見てるかな？見てないかな？わかんない。あれはね、あのドラマなんで、あくまで、ね。あれ実在の話をドラマにしたんで、で、実在した人たちはもうね、どこにいるかわかんないんで、出演してくれないんで、なんで、とりあえず、今の技術で、こうね、着ぐるみ着たりとか、っていうやつです。本当にいるからね、ウルトラマンはね。はい。そんな感じで。そのフォロー入ってくる。いやいや、僕もあの、小学校の頃、ウルトラマンになりたかった人なんで。はい。いるいる。うん、いるからね、ウルトラマンはね。はい。まあ、そんな感じで。なんで、もう、だから、いい見立てですよね。まあ、さすがというか。言ってもう3年ぐらい、は経つだろうね、装備を追い始めて。3、4年ぐらい経つのか。そんな経ってるっけ？ 3 年ぐらいは経ってるような気がする。だから、古典に行き始めたのが、3年前なだけで、うん、集め出したのは、それこそ本当に、チャンネル始めてからぐらいじゃない？まあでもほら、興味持たないきゃいかないじゃない、古典って。行かないね。で言うて、まあ3年前ぐらいに装備に興味を持って、うんうん、で、チャンネル始めてここ1年ぐらいで結構ソグビーを追ってきたじゃないですか。うんうん、前だったら言わなかったと思うんですよ。一見似てんなみたいな感じの気づきってなかったと思うんですよ。うん、青いなんか変なのインナー、オレンジの変なのインナーなんだろうな、これ。なんだろうな、って感じだったと思うんですよ。うん、まあ、だからやっぱりいろいろと見てきた結果なのかなと。うん、まあ、あとは、ブタさんの造形が上手なんだと思うよ。ただ単にっていうか、うん、私がっていうか。うん、豚さんがすごい上手いんだと思う、うん、後ろ姿とか、うん、ちょっと見てもらえば分かるんですけど、前はほらお顔がちょっと違うからだけど、うん、後ろとかすごい似てないですか？うん、似てるよね、うん、だから統計がいいんだと思います。あとはね、うん、あのこれ多分手一緒っすね、パーツ。ああ、うん、確かにそうかも。
うんうん、一緒っすね、うん、なんかね、あとこれ塗りがうまい、塗りがうまいっていう、なんかすごい、なんか上から目線の、なんか塗りがうまいって私全然塗ったことないのに言うけど、いや筆塗りしてるじゃないですか、うん、いや筆塗りはしてるかもだけど、うん、めっちゃここのさ、元々のさ、成型色からさ、うん、多分黒、灰色っぽいの見てると思うんですけど、うん、ここのさ、グラデーションめっちゃ上手なんですよ、ここ。グラデーションがいい、うんうん、すごい、いい。クロートっぽいこと言い出しましたね。え、クロートっぽいかな。うん、クロートっぽい感じでいいですね、うん、塗りがいい。塗りがいい、すごい。しかもこのオレンジにさ、この茶色もいいですね、うん、豚さんの色使いって本当に独特ですよね、うん、すごい。でもしかもなんかその茶色もなんか、なんだろう、こ、黒みが強いっていうか、うん、暗い色が強いわけじゃなくて、絶妙にちょっと薄いんですよね、うん、で、なんかオレンジに馴染む色、うん、なんか面白いな、ほったらかしとくと面白いな。何？ほったらかしてんの今。すごい。ほったらかしてるんだ。すごい黒とっぽいなと思った。色がすごいいいのよ。色がすごい。もともと、もう今全然全くやってないんですけど、うん、なんかカラーデザイナーみたいなのになりたかった時期があって。うん、カラーデザイナーになりたい。うん、デザイナーになりたいっていうか、なんか資格取って、うん、なんかそういう色、うん、ほら。いるじゃないですか、車の色決める人とかいるじゃないですか、うん、こうやって色を調合して、はい、こういい色を作れるの素晴らしいなって思って。やっぱりあの絵本作家の方なんで、うん、あーそっかそっか、うん、やっぱ色使いすごいっすよ、うんうん、いやでも本当すごい。色って結構感覚ないとできないから、うん、なんか適当にさ、いろんな原色とかもそうだけどさ、パパパってやってもさ、うん、なんか統一感ないなとかさ、いろいろあるじゃん、うんうん、そういう中でさ、めちゃめちゃいいな。めちゃめちゃいい。うん。チコイツがいいな。あ、ゴーストロンの方が好き。あ、へえ。実はね、アーストロンってすっごい人気怪獣なんですよ。うん。まあ、ゴーストロンと比べちゃうとどうしてもアーストロンの方が人気あるんですけど、へえ、ゴーストロンの方がいい。いや、なんかさ、うん。怪獣の造形的には、うん、確かにアーストロン可愛い。うん。なんか好きで、こう、うん、こうの角とか。うん。可愛いなって思うけど、うん、ね、そう、豚さんのこの落とし込み方が上手だからかわかんないけど、うん、色味も含めて結構好きが、うん、ボリュームもあるよ、ね、ありますね、うん、可愛い。足が動かないのかな、足動かない、そうですね、手だけ、手と頭がね動く感じの、うん、だから4個、割と豚さんの装備の中ではオーソドックスな作りですね、うんうん、こうどしっと立たせられる感じの、うん、これはいいよね、うん、安定してて、いい、ね、うん、こう結構倒れがちだから、うん、なかなか倒れない感じして、なんかね、持ってていじくりやすいっていうか、うん、そのね、結構その装備ってまあ持っていろいろ動かすじゃないですか、で例えば机の上とか床とかにポンと置くじゃないですか、その時にいろいろ動かしてるから足の設置がちょっと悪くて一回足直さなきゃ立たないんですよ、うん、でもこういう風にしてあるとポンってすぐ置いて立つんですよね、そのまんま。それがいいなと思って、うん、どうしたんですか、 JK みたい。なんで JK どういうことですか。こうやって撮るじゃんよく。ああ撮るんですか。あ、そうやって撮るんですか。2人で双子ってしながら撮るし。あ、なるほどね、まあ、ある意味双子ですからね。双子だよね、うん、そうだよね、双子っていうか、もうだから同じか、うん、なかなかこうやって飾れなくない、うん、ちょっと可愛くない。実は彩香さんね、でもこうやって飾ってたんです、僕。あ、そうなの。はい、じゃあ考えること同じ、同じな、可愛いなと思って、うん、じゃあちょっともう一個の方見ていきますか、はい、ジャザーンですね、うん、まあ、僕ウルトラ怪獣の中ではもう 1,2 を争う好きな、あ、そうだ、はい、怪獣で、これはね、帰ってきたウルトラマンの1話に出てきた怪獣 で、うん、で実はこのさっき紹介したアストロン、それも一緒に出てきてるんですよ。あ、そうなんだ。はい。で、もう一つ、タッコングっていうの。うんうんうん。はい。実はね、帰ってきたウルトラマンの1話って3体も怪獣が出てくる。豪華な。すんごい豪華な。はい。コストいっぱい使ったね。うん、使ってる。でね、タッコングはね、確か出てないんです、このサイズの。
豚さんというスタンダードサイズって言ったらいいのかな、この一番大きいサイズ、うん、これでねタッコンが出てないはずなんですよね。わー、出てかわいい。かわいい。でこのザザーンは前から出てて、これ何色目になるのかな。すっごい動きやすい。これ動きやすいですよ。スースーっと動く。手気持ちいい。うん、スーッと動く。これもできる。でね、このね中サイズって言ったらいいのかな、うん、そっちはね僕知らないんですよ。うん、なんか僕なんか写真でパッと見た時にあのじゃんけんのやつあるじゃないですか、すごいちっちゃいシリーズ、うんうん、あれのザ、そうそう、あれのザザーンが一瞬ついてんだなぐらい適当な感じで見てたんですよ。で届いたらあれこんなサイズあったんだみたいなサイズだったんで、うん、これって前からあったのかちょっと僕わかんないんですよね。かわいい。かわいいですよね、このなんかなんとも言えないサイズ、うん、いいな。ミドルサイズって言ったらいいんですかね、どうなんだろう豚さん的に。何サイズなの。ミニはこんなちっちゃいのね。うん、すごいちっちゃいです、うん、めちゃめちゃちっちゃい。これはね実はそのザザーンセット販売みたいな感じで、うん、俺ねそのもう一個がアストロン、ゴーストロンだったんで、あ、タッコングとザザーンのセットなのかなと思ってたんですよ。あ、なるほどね。うん、で、まあ、もしくは帰ってきたウルトラマンが一緒に入ってるとか思ったら、うん、で写真見たらザザンが2ついるじゃないですか、うん、本当にザザンセットだと思ってのストレートだと思ってザザンのみだね、うん、ちょびっくりはしたんですけど、まあ、ザザンめちゃめちゃ好きだったんで、もうサイズ違いでね同じ色のが手に入るのはめちゃめちゃ嬉しいんで、まあ、喜んだんですけどびっくりはしましたね。ザザンセットって聞いてみんな多分思い浮かべたと思うんですよ。あ、タッコングかな、帰ってきたウルトラマンかなみたいな多分思い浮かべたと思うんですけど、蓋を開けてみたらザザンが2体っていう。あやまちゃんそのヘドラが好きだから、うん、まあ同じこういう系統の怪獣好きなのかなと思ったら、あんまりザザンちょっと苦手みたいですよね。目が怖い捨てたっけ、うんうん、怖い。なんかこのなんかモサモサって捨てるのもちょっと怖い。うん、なんだろうな。ブルマークのスタンダードもミニも持ってるんですけど、どっちも超可愛いんですよ、俺にとっては。うん、怖い。怖いんですよね。あの、面白いなぁと。なんか怖いツボついてくるんでしょうね。なんかわかんない。子供の時に見た何かのなんかお化けとかに似てるんじゃない。子供の頃にお化け見たんですか。うん。わかんない。違う、そういうほら、あるじゃん。絵本とかさ。うん。そういう。得体の知れない何かに似てるんだと思う。わかんないけどね。ちょっとこうちょっと怖い深層心理をなんか残ってる何かがザザンに似てるんですね。多分ね、分かんないけど覚えてないけど、まあ、というわけで今回、うん、そのこの3つが当たりました。4体なんだけど3つですね。いいね。これは欲しかったんで嬉しいです。豚さんいつか欲しい、うんうん、でもあれですよね、今回応募さえしてないですよね。ねえ、気づかなかったな。まあ、やっぱね、こまめにね、応募しないと、そうだよね。ね、当たらない。まず応募しないと絶対当たらないんでね。応募し続けることが。検証もそうだね。そうそうそう。応募しなきゃ当たらないから、うん。宝くじ応募しなきゃ当たらない。そうそうそう。もう、その一緒っす。一緒です。うん。なんか質問ありますか？ないです。熱いです。そうですか。はい。はい、終わりますか？あ、バイバイ。あ、バイバイ。はい。